電源、まあ、それがね、こちら屋外コンセントですね。バイクガレージができて雨、風、これをね、避けれるようになりました。で、次に人が求めるものなんですかね、私の場合やっぱり電気でしたね。照明、例えばこういうコンプレッサーとかこういうのの電源、あと音楽ですね。こういうものをね、ぜひ欲しいなと思って、電気をね、なんとかこの小屋に引きたいなということでね、いろいろ調べました。で、調べていくとね、どうもこういう小屋の配線というのは素人ができません。第2種電気工事士という資格がいるみたいです。私そんなの持ってないですし、まあ、どうしようかなと悩んでたところ、仲のいい連れが持ってたので飲み代1回分で手を打とうってことで話がまとまって、格安で仕上げようということになりました。非常にありがたいですね。はい、そして私の小屋についにね、電気が通りました。それをねちょっと見ていきましょう。じゃあ私の小屋の電源見ていきます。こうやってね、母屋と1メーターぐらい離れてますね。そしてね、私の小屋の電源、実はねこのガレージ、コンセントタイプで電源取ってます。まあ、それがね、こちら母屋の屋外コンセントですね。実はこれでつながってます。はい、もう小屋がこのコンセントで、動いてるみたいな感じですね。差し込んで回すと、はい、これでね、電源取れました。で、うちの場合ね、下にベタ基礎があったので、まあ、コンクリの基礎ですね、ちょっと迂回して上から通してますね。軒下に穴を開けて屋内に入れてます。はい、そして屋内側に来ますと、はい、ここにね、通しててブレーカーをね、つけてもらってます。漏電とかの、ね、危険性があるので15アンペアのブレーカーがついてますね。で、下にコンセントがあって、そこからね、グレーの配線が照明用、黒が動力とかの線ですね。で、下に2口のコンセントがついてます。まあ、これによってね、我がガレージに電気が来た。でね、特に照明のスイッチとかはつけてなくて、もうこの直接紐を引っ張って、つけてますね。はい、でこれで音楽もね、聴けるようになって非常にいいですね。うん、でこれによってこのコンプレッサーもね動くと。はい、で 100V で、1本しか引っ張ってないんで、たくさんは使えないですし、まあ、15アンペアまでしか使えないと。このコンプレッサーで665ワットですね。だからまあ全然足りてますね。で、一番このガレージで電気を食うのがこちらケルヒャーですね。これが1250ワット、まあ、オフロードバイク洗うときとかよく使ってますし、外光の苔を落とすときもこれを使ってますけど、もう10年ぐらいこの電源でやってますが、まあ、非常に快調です。まあ、コンセントとか線が厚くなることもなくてね、大丈夫みたいですね。はい、これによってね、雨風をしのげて、しかも明かりがついて、そして、快適な音楽、そして、コンプレッサー、ね、こういうものが使えるようになりました。まあ、ここまで来るとね、やはりガレージとしてすごくいいですね。もうあとないのはエアコンぐらいですけども、まあこのままなんとか頑張ろうかなと思ってます。やっぱりね、電気がガレージに来るとどんどん広がっていきます。まずこのガレージ内だとね、さっき言ったコンプレッサーとともにこういう充電器ですね。今 KTM トリクル充電器で充電してますね。はい、これも2年ぐらい動いてないんで早く復活させたいですね。はい、でガレージの外にもここを電源基地としてこのよく使うパルス充電器、あとね、お庭の芝を刈るこの牧田さんの電動芝刈り機ですね、これをやってます。まあ、あんまり良くないんですけども、こちらのね、はい、
延長ケーブル、これを2つ直列につないでやったりもします。はい、まあ、なんとかね、電気足りてますし、そしてまあ線もね、熱くなってないみたいなんで、まあ、大丈夫そうですね。はい、ここまで来るとね、あとエアコンがあればとね、思ってしまいます。エアコンあればもうほぼ完璧なガレージになるんですけども、まあちょっとね、そこまではまだせんとこうかなと思ってます。そしてね、一つ大事なこと、もう忘れてはならないものがありますね。この手のガレージにはやはりこちら、ドン、消火器ですね。これも大事です。まあ、万が一の時すぐ消せるようにね、いつも置いてます。まあ、これね、家の方にもあった方がいいですよね。はい、こういう風にしてね、私のこのガレージライフは10年を過ぎたところですね。はい、はい、皆さんのガレージいかがでしょうか。電気が来ると、まあ、かなりねその機能が上がってきますので、ぜひね、その辺もご検討されるといいかなと思います。はい、ぜひチャンネル登録いただいてお見逃しなく。ご視聴ありがとうございました。